ヒマラヤスギ族は、松木松科の族の一つ。よく似た、塩水系の形態を取るモミ族の近縁種である。ヒマラヤ山脈西部や地中海地方に分布し、ヒマラヤでは標高1500から3200メートル、地中海では1000から2200メートルに自生している。アトラス山脈に自生する、アトラスシガーシードリスアトランティカの高さは40から50メートルにも、 なり、ひび割れた表皮から、スパイス香のする濃厚な樹液を出す。新芽は2枚の葉からなり、長い葉が枝を支える役割を果たし、短い葉が葉の大部分を担う。葉は、針状の常緑性で8から6 0ト、mm、ルの長さで枝に対しらせん状についている。色は明るい緑から暗い緑、淡い青緑まで様々で、葉を保護するワックス層の厚さに依存する。 松笠は樽型で6から1 2トルの大きさであり、もみと同様に成熟すると種子を飛散させるために自解する。種子は10から 15mm の長さで20から 30mm の羽根を持つ。また味の悪い樹脂を含むに3個の突起があるが、これはリスなどによる捕食を避けるためだと考えられている。松笠の成熟には9月から10月に行われる。 十分とその後の種子の成長が必要で、約一年間を要する。ヒマラヤスギ族の樹木は、長目の幼虫の餌にもなる。ヒマラヤスギ族は四種に分類される。下記に、ヒマラヤスギ族の種を示す、ラテン語名のシードリスと族の学名のシードリスは、共にギリシア語のケドローズに由来する。ギリシア語とラテン語でケドローズとシードリスは、 現在ヒマラヤスギ族と白神族に含まれる植物を表す言葉であった。白神族はギリシアに自生していたが、ヒマラヤスギ族は自生していなかった。そしてケドローズという言葉は中東に由来するものではなく、ギリシア内で白神族を表す言葉として発生し、後に同じように強い香りを発するヒマラヤスギについても表すようになっていったと考えられている。 シーダーという言葉は、ヒノキ科、センダン科、魚流科など、強い香りを発する他の種の樹木の名前の一部にも使われている。ヒマラヤスギ属の木材ヒマラヤスギ属の樹木は、陶器の気温が低く、摂氏25度を下回らない温帯で、園芸用の飾り機として人気がある。またその耐久性にも注目され、 紀元前1000年に作られたイスラエルのソロモン王の神殿に使われていたのが有名である。またこの木は屋根材として防寒の目的にも用いられている。さらにヒマラヤ杉及びこれから得られる精油は天然の虫除け材として使われ、結婚の際に持参するホープチェストはヒマラヤ杉から作られることが多い。トルコを中心とした地中海地方では ヒマラヤスギの大規模な植林が行われており、毎年後、レレレレレレレ本以上の苗が植えられている。ありがとうございます。